東京上野動物園のジャイアントパンダのシャンシャンは大きくなって運動量も増えたため13日から午前中は広い場所で過ごすことになりました。来月12日で2歳になるジャイアントパンダのシャンシャンは体が大きく成長して体重が 58.2 キロとなりました。運動量も増えてきたことから13日から午前中だけ広い場所に展示場所が変更されました。この場所は母親のシンシンが過ごしていた場所で、一人暮らしを始める前はシャンシャンも一緒に生活していましたが、今後は2頭が交代で使うことになります。初日となった13日、シャンシャンは特に怯えたりする様子もなく元気に動き回っていたということです。大人のパンダと同じように竹や笹から十分に栄養が取れるようになってきたので、ミルクは間もなく終了する予定です。